西南相馬プロジェクトというグループはですね、こちら南相馬に住んでる方たちと一緒に力を合わせて新鮮の野菜、安全で飲める飲み水ですね、できるだけ多く南相馬の住民の方たちに食べたいという気持ちで、頑張ってるつもりです。